Are you bad? Okay, you not go. Hey, yeah, yeah. Okay, you not go. And I'm always on my own. And you're running through my mind. And the weather's getting cold. And my homies getting cuffed. And I'm stuck here all alone. And I'm scrolling through the gram. And you pop up in my phone. Yeah, you know.おはようございます。本日はですね、レウリーポップアップ初日ということで、初日の今日ですね、私は福岡から今名古屋に向かっている新幹線の中なんですけど、ちょっと朝から本当にドタバタ、いろいろちょっと事件が起きまして、乗る予定だった新幹線に乗れないっていう、今日天気が、ね、本当に雨女発揮しすぎて雨なんですよ、初日に。それもあったのか、めちゃくちゃこう交通機関が遅れていたりとか、人もね、やっぱ普段よりも多いのかな、そういうのもあって本当に自分の責任なんですけど大変申し訳ないです。ちょっと到着の時間がね、遅れてしまうことになってしまいまして、朝からスタッフにもうバーってもうすいませんって連絡をして、今にこう至るって感じなんですけど、本当にやらかしたなっていう。いやでも今日もともとね、8時ぐらいの新幹線に乗る予定だったんです。だから、朝は6時前ぐらいに起きて準備して、家をね、全然余裕でその駅までは、20分もあれば着くから、余裕持って、7時過ぎに家出ようって言って家出たのに、まさかのこういう事態になってしまったので、ちょっと本当にもっと早く出るべきだったなってすごくすごく反省しております。一旦は新幹線にね乗れたので、とにかくいろいろ気をつけて会場に向かいたいと思います。一旦朝ごはん何も食べてないので、これを飲んで赤飯。最近ハマっているチョコレート、これを一旦食べて後日頑張りたいと思います。すごい上手。こっちの顔がいい。こっちの顔がいい。
vibe in. Tell me where you slide on the low. I can be a diamond, the one that you can find in. Give you time and a little more. Baby girl, won't you come my way? Hop up in that plane, maybe we could spend a day somewhere in the world where it's all では。一日もお疲れ様です。というわけで、すごいバタバタな、感じだったんですけども、初日無事に終わりました。もういろいろちょっと崩れかけてますが、はい、いや本当にね、やっぱ久しぶりに会うとね、本当に楽しいし嬉しいというか、いろんなお話ができるので、もうめちゃくちゃ楽しかったです。でね、本当にありがたいことに、今回もね、もう来てくださるだけですごく嬉しいのに、お手紙とか、まあ、差し入れとかを持ってきてくださってて、もう本当にありがとうございますね。もうありがたいです。今もういろいろなんか一旦終わってちょっとほっとしたのもあって、あんまり頭が回ってないんですけど、明日は、オープンと同時10時から店舗に立つので、とりあえずね、明日に備えて早く帰って、一旦疲れをね取りたいと思います。明日、そして、明後日のあと2日あるんですけど、ちょっとまたね動画回したいと思います。神々しい、めちゃくちゃ神々しい。本日2日目です。頑張ります。午前終わりまして、今休憩に入ってきました。お昼ご飯食べました。これから午後ですね、なんですけど、頑張りたいと思います。いっぱい来てもらってね、久しぶりの人もたくさんいたりして、プレゼントも持ってたりとか、すいません、お手紙もめっちゃ楽しみ。終わったらまた呼びたいと思います。後半戦ファイやだ、頑張ります。ちなみに今日はボレロです。ありがたいことに朝からね、たくさん人が来てくださったり、今日5時までなんですけど、今日福岡帰るので頑張ります。今日はブラウンのセットアップ、お気に入り、全部お気に入りなんやけど、
頑張りましょう。頑張ります。というわけでポップアップが終わりまして、家に帰ってきてちょっとね数日バタバタしていて時間が経ってしまったんですけども、無事名古屋のレウリーのポップアップですね終わりました。いやー本当に楽しかった。ていうかあっという間でしたね。1ヶ月前ぐらいから告知とかをねさせていただいて、たくさんの方がこの日のために休みを取りましたっていう風に言ってくださったりとか、有給取りましたとか、すごく嬉しくって、それこそ名古屋以外にお住まいの方とかも、もうこの日に絶対名古屋に旅行に行く、そしてひなちゃんに会いに来るみたいな感じで言ってきてくださった方もいて、もう本当にいつもね嬉しい、うん、なんか本当にこれ嬉しいって一言だけでまとまらないんだけど、めちゃくちゃ感動してるし、こう言葉にできない嬉しさってこういうことなのかなってすごいポップアップをね毎回するたびに思います。もう来てくださるだけで嬉しいのに、もう皆さんプレゼントを持ってきてくださるんですよ。もう本当に嬉しい、ありがとうございます。食べ物とかもうこれ飾っちゃってるんだけど、ツリーこういうツリーとかもね嬉しいよね。今これちょっとここの棚のところに置いてたりとか、じゃん、これ可愛くないですか。これはてんてんにって言って、あのその場にてんてんいないんですけど、なぜかねもらったんだよね。てんてんもめちゃくちゃもう興味津々で食いついておりました。ありがとうございます。今回ね隠れてんてんもいたんだけど、もうスタッフさんの愛ですよね。ありがとうございます。あとはお手紙とかもたくさん今回もいただいて、こんな感じでさ、もうたくさん本当に嬉しい。見てこれさ、私の宝物なんだけど見えるかな。こんな感じでね、もう今満パン、もう新しい箱をちょっと買わないと。今これとさ紙袋にさ今いっぱい入ってて、毎回イベントとかでお手紙とかをくださったり、まあそれこそ今までのファンレターみたいな形でいただいたりとかしたものをもうね宝物でいっぱい入ってます。なのでね今回もちょっと追加でこのいただいた分を入れようと思ってるんですけど、嬉しいよね。もう本当に頑張ろうって毎回思える。いつもいつも皆さんのおかげでここまで頑張れてるのでありがとうございます。まあ、今回はレウリーのねポップアップは年内最後ってことで、ラストでしたね。今年2回できたのは本当に嬉しかった。でスタッフの皆さんともいろいろこう話をしてて、来年はもっとこう回数多くねできるようにしたいねっていうのを話をしてたので、それを目標にこれからもね頑張っていきたいと思います。イベントに関しては、12月にねまたフリマは福岡でするので、まあ、それが最後にはなるかなとは思うんですけど、一旦レウリーは今年最後ってことで、あー本当に楽しかった。もう喋り倒しすぎて、そういつも喉ねカラカラになっちゃうんですだからこう喉飴とかもさ嬉しいことにいただいたから、まあ、それ舐めて乾燥には気をつけてって感じだったんですけど、本当に本当に皆さん来ていただいた方ありがとうございました。また絶対名古屋に行きますので、次回また会いましょうほらてんちゃんもこれを見たいんだ、ほらてんちゃんのやもんな。ありがとうございましたって、ありがとうございましたってもう加えと、あと残りね2023年もう少し頑張りたいと思います。頑張ろうね。
ちゃん何頑張る？はい、というわけで、こんな感じの動画でした。また、次回からは普通の動画になりますので、よかったら次回の動画も見ていただけると嬉しいです。バイバイ。じゃあバイバイ。じゃあバイバイ。ああ。